ニュージーランドにて、路上で、ギャングパッチがついた衣服の着用を禁ずる看板。ストリートギャングは、市街地などの路地などで活動する、ギャング組織の末端組織で、銃器が入手しやすいアメリカ合衆国では、構成員がたびたび銃乱射事件を起こすなど、大きな社会問題と化している。これらの集団は、1900年頃のアメリカにてすでに、その原型が見られたが、 特に1980年代以降には、自動小銃や短期間銃などで武装する集団が多く見られ、乱射事件を起こしやすいなどの問題行動が見られる。アメリカやオーストラリア、欧州各国、メキシコ、ブラジルでは20代、30代のメンバーが中心で、40代や50代の構成員が中心となるグループも珍しくない。構成員3万人からなる。 全米最大のクリップスワーを、全米に構成員2万人からなる、ラテンキングスはき、構成員9000人からなるブラズツは赤、といったように、一部のストリートギャングは、シンボルカラーを身につけている。ラテンキングスは、非常に凶悪なことで知られ、かつてマクドナルドにたむろし、入店禁止処分にされたメンバーが報復のため、自動小銃を乱射し店長を殺害。 事件を重く見たロサンゼルス市警察が先住捜査取締犯クラッシュを設置する事態に発展した。この事件は映画カラーズ天使の消えた街で取り上げられた。なおクラッシュは1998年にランパート文書で発生したギャングメンバーへの過剰な暴力行為、いわゆるランパートスキャンダルなどが問題になったことから廃止されている。こちらも映画 ランパーと汚れた刑事の原案になった。アクション映画やコンピュータゲームなどではしばしばやられ役のチンピラをストリートギャングと表現する場合もあるが、実際には人数が少ない分だけ武装に力を注ぐ傾向が強く銃器に頼りやすい、結果的により凶悪な事件を起こしやすいなど、都市部の治安悪化要因の一つに挙げられる。また、若年層が中心であるため、 高校生くらいの年代の少年も多いとされるが、たびたび凶悪な事件を巻き起こすことから、他の少年犯罪のように、モラトリアムの範疇には見なされず、成人した犯罪者と同様に扱われ、警官隊と銃撃戦の末に射殺されるケースも多いとされ、それらの集団が扱う商品には、麻薬、銃器、売春といった違法なものから、パーティー券や隠しチケットの打不行為まで多岐にわたり、 また、違法な商品の仕入れ先には、マフィアなどの大手組織が挙げられている。これらは、プロジェクツと呼ばれる、低所得者向け公営団地や放棄され、廃墟になったビルの一室をねじろとして活動し、数名から十数名程度の弱小グループから、会組織を含めると、総勢数万名に及ぶ、大規模な団体まで様々で、それぞれのグループに、特徴的なファッションルールがあるとされる。 ニューヨークのストリートギャングは、レザージャケットや、デニムジャケットなどを身につけていたが、80年代以降は、ロサンゼルス同様、チームごとに色を揃えた、スポーツウェアや、ネルシャツ、バンダナといった後のヒップホップに影響されるファッションが、主流となった。特に若者文化に影響力は大きく、ヒップホップや、ラップなどは彼らストリートギャングやその出身者が主な、原因役となっている。 そのため、教育者や保護者には、これをギャングスタイルだとして嫌う傾向も存在する。ストリートギャングは、アフリカ系、ヒスパニック系など、特定の人種あるいは、民族のメンバーのみで構成されていることが多い。この背景には、アメリカでは、必ずしも末端では、人種差別が払拭されてはおらず、また、比較的近年になって移民してきた人々は、 格好たる社会基盤を持たないことから経済的に貧しいことが多く、これら社会基盤に乏しく貧しい家の子供たちが特定の肌の色を持つ者同士で集まって小集団を結成し活動するケースがあったことが原因であると思われる。このようにして結成された夕食の肌を持つ特定人種のみにて構成されたギャングをしばしば夕食人種を差し差別的見合いを持つ カラードをつけ、カラードギャングと呼称した時代もある。アフリカ系メンバーからなるクリップスやブラッツ、チカーノと呼ばれる、メキシコ系メンバーからなる、エイティーンス,ストリートギャングやスレーニオス、エルサルバドル移民を中心としたラテン系メンバーからなるマラサルバトルチャ、アルメニア系メンバーからなるアルメニアンパワー、アジア系メンバーからなるボーンとキルなどがこれにあたる。一方、白人メンバーのみで構成された、 ナチュローライダーズやパブリックエネミーナンバーワンなどもあり、これらの組織では白人市場主義を掲げている。ストリートギャングの組織一覧を表示するには、右の表示をクリックしてください。日本にもこのスタイルだけが伝播し、暴走族への憧れの低下や上下関係の煩わしさなどもあり、未成年者等によるチーマーやバイカーやカラーギャングと呼ばれる、 小集団を発生させている。チーマーやバイカーは1980年代半ば以降より特に渋谷や上野周辺で活動が見られたが、その後1990年代半ばよりカラーギャングがその活動を活発化させ社会問題となっている。また、このような不良グループのオビーが21世紀になって以降、ドラケイや関東連合などのいわゆる反 グレと呼ばれるグループを作って、営利犯罪を行うケースも増えている。取締りによって弱体化する暴力団に代わり、芸能界やクラブ経営などに携わり、勢力を増大させていくのではという意見もあった。ありがとうございます。